今日も私の信仰歴短い30年の考えしたこと勉強したもこと、考えしつつしているものを、分かち合いたいなと思います。はい、今日のテーマは親子丼です。親子丼日本人みんな知ってますね。知らない人がおらないかな。はい、これ普通の親子丼。はい、多分、2年前からここに水曜バイブルタイムのメッセージを、させていただき、その時は私、なんていうんですか、主の祈りの話をしましたんですね。覚えた人ありがとうございます。はい、主の祈りを話した時も私多分その時も言いましたんですね。私の信仰の生活の中に、あることをずっと困ってたことがあります。それは自分と、神様の関係は親子関係になるでしょう。それがなんか私たちが天のお父様という、ことになって、でも私と自分のお父さんとの関係はちょっといろいろあって、なんか自分も普通の親子関係とか、まあ、自然な親子関係がよくわからないものになって、まあ、今もずっと考えてますね、この親子関係の問題。でも親と子供は、まあ、人生の中に多分唯一な選べないものでしょうね。はい、今日は多分表情とかちょっと声がちょっとおかしいかもしれませんが、私多分花粉症になって、その薬を飲んでからちょっと変な声変な表情になってます、すいません。はい、そのなんかそれが親子は選べないから、まあ、それ親子はどういうふうに一緒に歩んでいくことをすごく大事な勉強になるんですね。とも私たちもやっぱり自分のお父さんとかお母さんとの関係が良くなかったら、やっぱり天のお父様はどういうお方もちょっと理解できづらいじゃないですか。とか自分のお父さんとお母さんの関係を見て、じゃあお父さんはこういうものと考えたら、やっぱりなんかいろいろ難しいですね。神様を理解するの、旅の中にも一つの大きいスタンブル、すごいなんか石になってますね。ですからもうこれ、私も神学院に入った時がよく考えたことも、その親子関係、自分と神様の関係はどういう関係になるんですね。最初はすごく怖くって、やっぱり自分がしもべというものとか、自分は使い物と見つかいじゃなくて使い物という立場になって、神様に対するのその恐怖感とか、やっぱり自分は、プリンセスとか、神様は王様ですね、じゃあ私はプリンセスというはずですけど、でもそういう、身分がよく分かんない、理解できないということもあって、結構苦労いろいろしました。はい、今日はどうして親子丼という、題になっているというか、私ネットで、ある中国人の YouTuber が言いました。面白いことですね。日本人が聞いたらちょっと腹が立つかもしれませんが言います。はい、親子丼というのは親と子一緒に入ってるんですね。その YouTuber が言って、じゃあ親子丼はこの家族合葬墓みたいなものですというものですね。それがこれから多分親子丼を食べる時が、そういう怖いものが溺れるかもしれませんが、でもそれが、まあ、私最初聞いた時も、まあ、日本に長く住んでいて、やっぱりいや日本人たち怒るんでしょう、こう聞いて、いやーと違う。でもよく考えたら、親子関係がうまくできなかったら、確かに私たちの家はこの家族合葬墓になってますね。うん、はい、今日は私の、信仰歴の中に親子についての勉強の一つを
皆さんを紹介したいなと思います。一緒にビデオを見ましょうか。ある人に2人の息子があった。ところが弟が父親に言った。あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその身代を2人に分けてやった。幾日も経たないうちに弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。彼は本心に立ち返って言った。父のところには食物の誤っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になって、あなたの寝台を食い潰したあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。
あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。私です。私子供の頃よくこういう話を教会の CS で聞きましたですね。多分、何年1回ぐらいせめて、来ています。さっきの話の中にイエス様のそのセリフ、その話しているセリフは、聖書の口語訳と、全く一緒、今私たち一緒に読んでいこう、読みながら考えていきましょうというものは、これは、普通の新改訳のバージョンです。一緒に読みながらいろいろ考えましょう。はい、読みましょうか。せーの。ある人は息子は二人あって、お父さん私に財産を分け前でくださいと言った。それは知らない信じたい分けてあった。それから父も同じうちに、弟は何もまとめて遠い国に飛び立った。そしてその方どうして友人のように財産を使ってしまった。はい、私に財産を分け前でくださいと言ったら、これは実はどういうものかなと、多分イスラエル人の考え方は分からなくても、多分アジア人もみんな一緒ぐらいの買い方かもしれませんですね。普通はお父さんが亡くなったら財産をもらうんでしょう。これはまさに自分のお父さんに死に行けという言うぐらいの言葉です。私お金ちょうだい、お父さんさっさと。しかもうこういう息子さんですね。はい、でもこういう息子さんこう言ってもお父さんがなんか許して、ほんまに財産を分けてあげたんでしょう。はい、でした。でしょうじゃなくてでした。はい、行きましょう次。はい、読みましょう。せーの。何もかも聞いたって走ったって通りです。そこに大きい、ね、大きいが大きい。彼は食べるものも困り始めた。それで国の春人のものによった。その人たちで畑やって豚の世話させた。彼は馬の旅のためと知らない人はあった。出るものはしなかった。はい、でも、イスラム教徒とイスラエル人は一緒ですね。ユダヤ教徒と一緒に豚は彼らにとってはすごく汚いなものです。この人はすっごく困ってたでしょう。しかも自分は子供頃からずっと教えてあげて、いや豚は汚いものですよと言っても、今はどうしようもなく豚のお世話役になってますね。と豚が食べるものも自分がお腹空いてるからどうしようもなくて、それも食べちゃう。普通のユダヤ人とかイスラム教徒にとったら絶対しないものですね。それがしたらもう、この自分は汚くなって罪ですよ。それ罪の一つですね。そうなりました。続きましょう。はい、しかし、せーの。しかし私に置いてた父のところにはパンはあり、あったゆうやと人大勢いました。それが私の代理で、一度のところに行ってこう言おう。父、私は天に対する罪を犯し、またあなたの前に罪を犯ししました。もう私はあなたの子を呼ばれる資格ありません。どういう人一人にしてください。はい、
じゃあその時悲惨でしょ、すごく悲惨な悲惨な、多分豚と一緒に寝てて、いやーどうして私こうなったの、いえいえ、じゃあもうお父さんの場所に帰っていこうということを決めました。とその時は心だけこう考えていますね。 この青い部分はその人、この息子さんの、まあ、本心かな。その時がもう悲惨。じゃあ私確かにお坊ちゃん、坊ちゃんになった時、私家のそのしもべたちは私よりいい生活しているから、じゃあもうお父さんの場所に帰ようと決めました。次行きましょう。はい、せーの。こうして彼は立って上がり、自分の地元に行った。どうかまた寄ってくはんがあった。父は彼を見つけ、かわいそうに走り合って抱き、口をつけました。鈴子は言った。お父さん、私に天に対し、またあなたの前に相撲をしました。私はあなたの息子と呼ばれる資格がありません。と言いました。はい。また、これが不思議ですね。普通、あ、みんな今自分のお父さんのことを考えてみましょう。自分のお父さんがどういう反応をするかな。こうして、まあ、もうお父さんの亡くなる前にも、さっき言いましたんですね。お金くださいとか、その財産をくださいというのは、やっぱりお父さんが死に行けと言うと全く一緒の言葉を、まあ、お父さんにつけ、言った子に対するは、これがお父さんの反応です。もう遠いところから、あれ、私の息子よと走っていきましたんですね。あ、私まだ、親になったことないから、まあ、親たちがどういう気持ちか分かんないけど、でも、あ、何人の年配の方々になんか同じことを聞いて、やっぱりみんなが心が本当に愛を持って自分の息子を、まあ、こういう後悔して戻ってきたら、うん、またウェルカムホームにする親たちが、まあ、一般はそうです、そうです、そうみたいですね。私お親になった経験がないから、皆さんどうですか。うん、と経緯続きましょう。せーの。ところが父は言った。急いで一番いい着物を着物で着て、あの身につけた。それであらに指を合わせ、足を靴を消しなさい。そしてこういった口を引いて振りなさい。食べる指は上がる。息子は死んでいた。あまり僕に姿を見るから。そして彼らは死を言う思いに立てた。はい。指輪をはめるのは、その、相続者の権利がまた取り戻すのか感じですね。その時はそうでした。多分日本人もその指輪じゃなくて別のものかもしれませんが、でもその時ユダヤ人確かにそうでした。ともう靴を履ける、奴隷だけは靴を履けないですね。しかしその時はすごく息子さんすごく悲惨で、豚のお世話役になってもう靴を履く権利がなくなるものだったんですけど、でもお父さんがやっぱりその憐れみがあって、自分の息子を帰ってきたらもうその同じ権利をもう一度お父さんが息子にあげたんですね。あともう美味しいものもお祝うまで。でもお父さんの考え方は、この息子は死んでいたのが生き返りと言いました。うん、まあ、最初は実は息子さん逆やってるんですね。なんかお父さんが死んでいけと言ったお金をもらって旅に行くんですね。でも心、お父さんの心の中に、じゃあこの子もう本当に私もいやもう私から逃げて、でも帰る時が亡くなったのこの息子さんが戻ってくるという喜びを持って、本当に嬉しくてまたウェルカムホームをしました。そのお祝いを開け続いていきましょう。はい、ところで一緒に読みましょう。せーので、兄貴が渡り返った。
入ってきて家の近く着くと、それでシモベニューと言って、これはダニューのカタケと、ついてはいた弟の代わりになったので、小さいお願いします。お父さんは言うことは伏せなどせす。ところでは、日本語の表現だけですね。実は英語と中国語の場所のバイブルはここ、ところでという表現はないですね。でもなんか私このところでという表現がここでぴったりと思います、うん、日本語良かったところでこうなった、はい、お兄ちゃん帰ってきましたんですね。お兄ちゃんは怠け者じゃなくてもうすごく頑張り屋さんですね。まあ夜まで仕事をして夜までいろいろ多分、しもべたちの、仕事を見て家から帰る時がわあなんかパーティーいきなりパーティーと、という時がしもべに尋ねました。行きましょう。せーの。すると、家に入ると、しもべがあった。それで、鹿が出てきて、呪いがあった。しかし、死に行った。ご覧ください。そういう道もありません。それは違う。ありません。はい、家に入ろうともしなかったですね。でもこういう息子にまたこの優しいお父さんが出て行って、いやどうしたのと言いましたんですね。はい、続きましょう。せーの。それのに家中に帰って帰ってきました。なんか息子のためにはこういった作りを見せなかったんですか。昨日は帰り行った。こよ、お前はいつも私としているて、私のものはすべてお前にのものだ。だが、お前の弟は死んでいたの、生き返ってたのだ。いなくなっていた、見つかなったから、楽しんで喜びを当然ではないんか。はい、すいません。すごい見にくいんですね。いやー、まあ、消した方がいいんですよね。ちょっと消しましょうか。こうちょっと良くなってますちょっとだけすいません。はあ、紫今度やめますね。はいはい、じゃあこれでこの全部の話、まあ子供の頃よく放蕩息子というテーマをつけてみんなに教えたんですね。でも私に、まあ新学院先生をいろいろこの話からいろいろ考えさせたんですね。やっぱりこれが親子関係の話をします。この弟はその主役じゃなくて、実はこの3人の親子関係はそのストーリーの面言いたいものですね。3人も重要な役、うん、弟のそのやっぱり後悔して戻ってくるの話は面じゃなくて、実はこの親子関係、この3人の考え方は考えにしなければならないです。神様はどういうものというのは、まあ聖書をよく読む人たちはみんな知っていると思います。公義、公正、公義の方と愛がある方。でもこれがすごく普通人間と考えたらこれバランスできるのはすごく難しいですね。それが聖書は私たちに神様がどうやってこの2つを一緒に行う可能性が私たちに見せたいんですね。じゃあこのストーリーの中に私どう考えていますとか、どうやって少しずつ勉強しましたというのは、あ、最初のその、写真みんな記憶がありますか。最初のこのちょっと待ってください。これはすごく有名な、オイルペン、レンブラットさんの書いた写真ですね。放蕩息子というテーマで書いた写真、写真じゃなくてごめんなさい、ペン、油絵、そうです、それです、オイルペンティング、油絵。この、私の先生がこの聖書の箇所とこの油絵でどうぞなんかこの話、神様の教えについていろいろ考えてくださいということを私にチャレンジをしましたんですね。その時は私いろいろ考えて、今日は
私はどう考えたということを皆に分かち合いたいなと思います。はい、はい、これが私の考えた、まあ、一人一人の性格で、その時はみんな何を考えているというのはちょっと表をしましたんですね。3人いて、お父さん、弟とお兄ちゃんが3人で、自己解釈、多分みんなは自分どう思っているということを私ここに書いています。お父さんが、弟にとっては慈愛があるお父さんでしょ。自分がこんなひどいことをしてもお父さんがウェルカム、ちょっと手を開けてウェルカムバックという感じですね。お兄ちゃんはどういうふうにこのお父さんを考えているのは、はあ、やっぱりこのお父さんが甘やかしてると考えていると思います。お父さんは親責任と思って、私の息子ですね、うん、責任を取って、あの子はこの前はこう言ったのは多分私教え不足とか何がやった、この子になっちゃこのようになったかなと自分の責任を持って、と私がこれを表して、はい、弟の方ですね。弟も確かに慈愛、あ、間違えました、あ、一緒になったんですね、ごめんなさい、ちょっと待ってください。弟はどういうふうに自分を思っているというのは、弟はやっぱり責任感があれなんていうか、やっぱりいい方法で考えた方があれなんていうか、甘いの方が分かりやすいかな、やっぱり言葉出てこないです、ごめんなさい、ちょっと間違ってるから、うん、甘いもので、お父さんはそう思いませんけど、でもお兄ちゃんは確かにこの子は甘いと思ってます。甘い子、弟はただ自分の自由と考えて次第、私の自由でしょ、私を夢を持ってやりたいものあって、じゃあお金くれ、私自分のやりたいものをやらせて、自分の自由と思って、うん、お兄ちゃんはどうですか、どういうものかな。お兄ちゃんは多分この弟はお兄ちゃんを見てバカするかもしれませんですね。お兄ちゃんはすごくいい子でしょう、さっきも言ったすごく責任がある子、仕事もしっかりやるし、いやこのアホ、じゃあ家に残っていいんじゃないですか、私も自由で行かせてくださいという感じで、お父さんが多分この子を残してこういういい子になったら当然ということを考えているかもしれません、うん、とお兄ちゃん自分は家族の責任感がすごく重たい人ですね。私はお兄ちゃんです、じゃあこの家族の名誉を考えていて、やっぱりしっかりしないとダメ、自分はそう思ってます、うん、これは多分みんなそれぞれの考え方ですね、これ普通の人間的な考え方です、うん、はい、でも第三者の目から見るとどう思いますか、この3人を見て、まあ聖書の話じゃなくて普通の話とか、今隣人の話、同じ噂を聞いた時か、私たちはどう、普通はどう思うとか、この3人に対するが、お父さんに対するはぜひ、この是非をわきまえないというものと思うかもしれませんですね。どうして不公平、こんな息子さんもまたウェルカムとか、不公平と思うかもしれませんですね。とか優しいと思う人も多いんじゃないですか、いやー優しい、いいお父さんですね、多分自分のお父さんと比べたら、いや私のお父さん絶対私も家戻れないから、まあこのお父さんいい、優しいと思う人も多いんですね。とか憐れみ深いお父さんと思う人が多いんじゃないですか、うん、
私最初最後の考え方はこのお父さん実は誰でもセカンドチャンスがあるということを信じて弟にもセカンドチャンスを与えたお父さんじゃないですかと私がそう思います。弟はどうですか皆さん。多分この人はやっぱり後悔するな、後悔して戻ってくるんじゃないですかと、とかこのずうずうしいでしょう、いやーこうやってずうずうしいと思う、とかこの人賢いですね、いやもう大変、もう他の行ける場所もない時がこの小賢しい方法でじゃあ家戻ろう、やっぱり自分のお父さんが分かって多分お父さんがなんとかやってくれるんじゃないですかと思うじゃないですか。普通聖書の話じゃないストーリー、同じもう全く一緒の話がもうこの世界中も多分あると思いますね。多分これが私たちのコメントかもしれませんですね。普通見る人たちのコメント、私の考え方はやっぱりこの人はショッカット主義でしょう。一番簡単な方法、動力せずにこのお父さんの財産をもらってよー遊ぼうとか、じゃあすごく悲惨になった時がじゃあ私のお父さん私を愛してるからじゃあ帰ろう、じゃあすごいショッカット主義者ですね。お兄ちゃんはどう、お兄ちゃんは普通多分教会に教えたもこの人が嫉妬でしょ、そのお父さんが弟に対するその愛に嫉妬しているというものを、このストーリーから、見えるという感じです。と自己、憐憫かな、合ってますか、すごく読みにくいですね、とか被害妄想まであるかなじゃないですか。弟が帰ってきたらじゃあ私の財産も半分とか、じゃあ私の動力したこの弟がいない時私動力したその財産もまた半分にしようとかいろいろ考えたじゃないですか。と実はこの人は誰でも信頼できないものじゃないですかと私がそう思います。弟が本当に後悔して戻ってくるということも信頼できない、私のお父さんが私を愛するということも信頼できない、ですからどうしてずっと頑張ってやって、でも一匹のさっき言ったんでしょう、子ヤギも私にくれない、でもお父さんが言ったことはいや私の持っているものすべてあなたのものですよ、じゃあ勝手に食べていいんじゃないですかという意味でしょ。でもこのお兄さんが多分 お父さんに信頼できないかもしれませんですね。このお父さんが私しもべのようにとか私をずっとテストしているの感じで、すごく一生懸命頑張っていきなり弟が帰ってくるときにバーンと爆発になって、いやー私こう頑張ったのにどうしてと、じゃあこれはこの3人の親子関係です。多分この3人の親子関係の中にいろいろ勉強できると思います。今日私、3つの点だけ一緒に考えたいと思います。私さっきも言いましたですね、その、神様は公義と愛がある、憐れみという言葉もありますね。憐れみは英語は mercy という言葉があります。私も子供からか多分、アジア系みんなの教育も愛よりはその公平さとかをずっと教えてるんじゃないですかと思います。多分日本人も一緒と思います。他の人邪魔はダメでしょ、他の人に邪魔させないでという教育も多分みんな子供からからずっと親たちに教えてるんじゃないですか。いやこれ迷惑やめなさいと言うんでしょうね。しか公平、みんな平等とか人たちを愛しましょうというよりが多分平等の方とか公義ということをずっと心の中にあると思いますね。ですから 愛ということとか憐れみということはすごく多分私みんなはどうわからないけど私にとってはすごく勉強しにくいものですね。本当に他の人たちに対する愛を持っていることすごく難しい。
じゃあこのストーリーから親子関係とか、どう何が勉強できるというのは、はい、3つの立場を立たせてを考えたら多分お互いに もっと理解できるんじゃないですかということもあります。あと私たちもこのストーリーの中に普通私たちの考え方は今この3つの役の中に今どこに入っているという普通私はこう考えてるんですね。私法と息子ですよ、もうごめんなさい神様とか、私はそのお兄ちゃんです、いややっぱりパリサイ人みたいな私が悪い人ですとか、実は私たちはこの3つの役の中に人生の中にこのぐるぐる回ってるかもしれませんですね。時々私たちはこの弟の立場に立てると、時々はお兄ちゃんの立場になる可能性があります。でもお父さんになる可能性もあります。が私は、その先生が私にチャレンジした前に一回も自分はお父さんに立てる立場を考えたことないんですね。その可能性は考えたことないんですよ。ですから今はこの3つの立場の中に私たちの人生の中に必ずぐるぐる回ってますね。時々弟の立場になっている、その時は私この人はこの私はどう考えているとか理解できれば多分脱出できるんですね。その罪から脱出できる、できなかったら多分ずっとつまずき倒れる弱い私になってます。ずっと弱い私になってますね。はい、じゃあ お父さんの心はこのストーリー確かにメインの話は確かにそうです。どうしてそういうものですかとか、まあ普段私たちは同じ立場になったら分かるかもしれませんですね。お父さんは自分の息子に対する愛は実は平等ですね。このお父さんは実は2人とも愛しています。ただ下の息子すごく問題があって、ですからお父さんがその表現するチャンスが多いだけです。お兄ちゃんに対する愛がないということもないですね。ですからどうしてお兄ちゃんがいや私入りたくない、もう怒ってますという時がお父さんがすぐ出てきてどうしたのと言うんじゃないですか。じゃあお父さんはどういう心ですか。この聖書箇所を一緒に読みましょうか。せーの、主はある人たちが遅いと思っているのにその安く忘れることはありません、かえってあなたに対する忍耐深くあるのであって人々に喜び人を望まず全ての人が悔い改めに進むことが望んであるのです。そうです、お父さんが二人とも救いたい、二人とも私の大事な息子です、二人とも愛していますということです。それがお父さんの心、私もこういう立場になったことがあるんですね。でもその話は結構長いからもう今度やりましょう。はい、次行きましょう。はい、第2、自己利益を放棄するは兄弟の愛ということですね。お兄ちゃんはやっぱり自分の利益をすごく考えたら怒るんじゃないですか。弟また帰ってくるの、このひどい男にまたお父さんから何をもらいたいのとかいろいろ考えてると思います。しかとかそのさっき言ったのはその財産の問題もあるんじゃないですか。とか多分自分の頑張ったことをお父さんが無視してたということもいろいろ考えて、やっぱり自分のことばかり考えてるんですね。私こんな頑張ったのに弟はこんなひどいのにとかいろいろ考えて、それがどうしてなんか 弟に愛できないの理由になるんですね。愛はどういうものとかこの箇所がすごくいろいろ教えてくれると思います。一緒に読みましょうか。せーの、愛は寛容であり愛は親切です、愛と人を頼みます、愛は我慢せず傲慢になりません、礼儀を反することをせず自分の礼儀を求めず怒らず人に悪を反応す怒らずに真理をよくます、すべてを信じ
すべてを愛したいし、すべてを大事に伸びます。愛は決して耐えることがありません。愛はすごくパワフルのものですね。こう読んだら多分その時お兄ちゃんは弟に対する愛は全くない、ゼロですから、もう私我慢できない。愛があれば多分ウェルカム、お父さんと親同じようにもうウェルカムバックしか言えない。ですから兄弟を愛し合うも聖書の教えです。自分の利益を求めずは実は難しいですね。それも本当に私たちにお互いに、励まして、努力しましょう。難しいです。まあ、人間は自己中が多いんですね。よく自分のことを先に考えて、私がこれがロスト、利益、私利益なくなるとかいろいろ考えて我慢できないことがたくさんあるから、もう聖書の教えは愛は寛容です。自分の利益を先に考えることじゃなくて人も考えてくださいという教え。第3が悔い改め、いつもウェルカムバック。これも大事な教えですね。さっきのストーリーの中に確かにもう私たちもそういうあれなんですか、悪い考え方せずにもう本当にこの弟が後悔して戻ってくることにしましょう。はい、ヨハネの、第1の中にこう書いてあります。せーの。もし私たちが自分の罪を言わらず、神は真実で正しい方ですが、その罪を許し、すべて悪いから私を清めてくださいます。もし私を犯していないというなら、私たちが罪を言われるものを断ち、神は私たちのうちにありません。はい、私たちも罪人ですね。いや、自分の罪をして罪を言い合わすなら、神様は必ず私たちを許してくれるということを約束しましたから、まあ、それを信じて、まあ、本当に悔い改める人たちに神様が許してくれるという確信があります。もう怖くて他の人たちの目線から見て、いやこの人は多分違うやろうと思っても、私たちの心は誰でも見えないですね。神様しか見えない。もう本当に悔い改めたら神様が許してくれるという約束をしましたから。しかしその弟の話、今隣人はこういうものがおっても、まあ、私たちがその批判してはいけないですね。もう本当に悔い改めて戻ってきたらいつでも神様をウェルカムをしています。英語がこういう言い方があります。 Put one's foot in others' shoes. Put one's foot in others' shoes. 他の人の靴を履くという意味ですね。ではどういう意味というのは、人の立場に立って考えるということです。これは私、このストーリーから勉強したものですね。まあこれができなかったら、やっぱりどうしてそのお父さんがこういう哀れみをできることを理解できない。どうしてお兄ちゃんがこの私を怒ってるということも理解できなくて、どうして弟がこんな自由を追求することも理解できなくて、まあ許せないと思うんですね。ですか、私たちが人の立場に考えなければならないの状態で、を勉強しなければならないです。親子関係はもう確かにそうですね。親子は一番不思議というのは、人間はいろいろ、日本は特にそうですね、いろいろライセンスがあるんですよね。先生になりたいなら先生の資格がいる、運転したいなら運転資格がある、先生になりたかったら進学に行くとか、全部資格があります。でも人間は親子関係の資格がないですね。もう資格取る前にもう勝手に親になってるとか、私たちも資格を取らずに勝手に子供になってますというものになりますね。ですから でもどうして私たちよくなんか子供たち甘い
甘かせるかな、そういう考え方、子供はから許してあげようということもずっと先輩から教えてくれるんじゃないですか。ああ子供はまだ分かんない、だからどうして子供たちはその甘い考え方が許される。親たちはもう大人になったらですから、どうして時々私たち子供とか子供としてすごく親たちに対する怒りがすごい激しい、もう親子関係が本当に親子同のようになってます、もう合奏棒になっててという状態になって、実は私たちも向こうの立場に立たせず考えたじゃないですか。私もそうしました。ですからもう、すごく後悔して自分はこんなひどい娘、特に私のお父さんに対する、確かにお父さんは完璧なお父さんじゃなくても、でもあんな自分をあれなんていうんですか、幼い時はあんなひどいことを言って、すごく今はよく考えたら、まあやっぱり私もひどいですね、ひどいでした。それが実はお互いです、親子関係はお互いです。まあ人の、その立場に立って考えてください。こうなったら多分親子関係が良くなると思います。哀れみがすごく必要な、人の品格の中にすごく必要なものと思います。哀れみがなかったら、まあ、私たちはどんな抗議があるものにしても、この抗議、この公平はただ冷たいものです。ただ冷たい人です。それ私の経験です。がその時は本当にその先生に感謝して、考えさせた、この総理を考えさせた先生にすごく感謝して、じゃあ今日は、この総理もみんなにお互いに、励ますことができれば感謝です。はい、祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちに親をくださることも本当にありがとうございます。この親子関係の中にいろいろ勉強させることも本当にありがとうございます。これからもいろいろ勉強できると思います。親子関係を、通しても神様の愛も理解できることも本当にありがとうございます。これからも聖霊様を私たち一人一人を導いていろいろ勉強させてください。本当にお互いに愛し合う私たちの親たち、子供たちに、私たちの兄弟の中にも本当に愛し合うことができますようによろしくお願いします。知恵をください、憐れみを教えてください。本当に世界は公平平等だけじゃなくて、愛がなければ冷たいものになるんだけです。どうぞ神様、私たちを成長させてください。聖様、一人一人を導いてください。感謝します。イエス様のみんなにお手を伸ばします。アメン。ありがとうございました。本当に神様は憐れみ深く恵みに富んだ、本当に父なる神様の愛に私たちはいつもいつも支えられていることを心からまた今日も改めて感じ感謝いたします。その神様をさらなる思いでもって褒めたたいてまいりましょう。崇めます、主の御名を賛美いたします。
私たちのエスリー様に大きな拍手を。感謝します。共にお分かち合えたことをありがとうございました。ではどうぞお気をつけてお帰りください。また来週元気にお会いいたしましょう。感謝します。